はいどうも、B翔です。今日は映画フラッシュで登場したスーパーガールについて新作ホットトイズのプレビューと予約情報を紹介していきます。フラッシュシリーズのその他ホットトイズ情報だったりとか映画の感想についても動画化しているので良ければそちらもご覧ください。普段このチャンネルではホットトイズのレビューやカスタム動画を投稿しているのでホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。カスタムの依頼については Twitter だったり Instagram の DM からメッセージをお願いします。ということで、今シリーズとしてはキートン・バットマン、フラッシュ、ベン・アフ・バットマンに続いて4体目のホットトイズスーパーガールが発表されました。スーパーガールについては、今シリーズの中でもかなり注目度が高かったフィギュアで、プレリリースが出た時点ではね、すごくかっこよく見えたので、めちゃめちゃ期待してたんですよね。シームレスなスーツの見た目とか、加工とはいえ、スーツの腰や前腕あたりのラインも含めて、すごいかっこよかったので、顔の造形さえ良ければ最高のフィギュアになるかなというふうに思っていたんですけど、蓋を開けてみると、がっかりが大きかったというのが正直な気持ちです。中心キャラの中でも発売されないものもある中で、ちゃんと発売してくることに関してはとても嬉しいんですけど、期待値をかなり上げていた分ね、プロトタイプを見た感じ、ちょっとどうしたんだホットトイズというフィギュアになってしまってるかなと思いました。何はともあれ気になるフィギュアになっていることは間違いないので、まずはヘッドから見ていきます。いいポイントとしてはやはり眼球稼働があることだと思うんですけど、コミュニティだったりとか Twitter の方で投稿した内容にもトムホに似てるという意見があったりとか、似てないというマイナスな意見を多く見かけたので、今回の造形、フィギュアに関していい印象を持ってる方っていうのはね、とても少ないんじゃないかなというふうに思いましたね。眼球稼働なかったら本当に残念という感じだったんですけど、最低限今回もね、眼球稼働はついているということで、目線を変えられることである程度表情の違いを楽しむことはできるかなという点はとても良かったと思います。やっぱり眼球稼働があるとないではね、かなりフィギュアの雰囲気変わりますし、眼球稼働があると写真撮る時の表情なんかもね、すごい雰囲気出せるので、そういった点はね、とても素晴らしいなというふうに思います。ただ顔の造形だったりとか、髪型についてはいまいちかなというふうに思っていて、顔も似てるかと言われると、やはりね、似てない寄りの造形になってしまっていると思うので、そこについてはね、今後ちょっとアップデートに期待したいなというふうに思いますね。目が小さいのか、彫りが深すぎるのか、どこがおかしいというところはちょっと難しいんですけど、意見でもあったようにトムホに似てるというような造形にも見えますね。写真のせいなのか造形師が複数にいるからなのかちょっとわかんないんですけど、最近フィギュアによってね、かなり質感の差だったりとか似てる似てないの差がはっきりしてるなという気がしますね。いいものだとかなり本に似ていて、かつ肌の質感とかとてもリアルなヘッドはあるので、今回は外れとは言えないまでも改善に期待したいフィギュアになってるかなというふうに思います。でプロトタイプの時点ではかなりね、リアルでも製品化されるとやはりクオリティが落ちたりとか肌の質感なんかもぼやけたりもするので、プロトタイプの時点ではやりすぎなくらいね、肌の質感とかこだわってほしいところかなというふうに思いますね。で髪型自体は今回も植毛ではなくて造形となっています。劇中ではパーマがかかったショートヘアで少し乱れるように垂れた髪型がおしゃれでかっこよかったなというふうに思うんですけど、フィギュアになってみるとパーマの雰囲気はいいとして、髪の毛が分厚いというか、なんか頭が大きく見える気がするんですよね。そういったところも今回バランスがあまり良くないかなというふうに感じるので、もう少し頭頂部を薄くするとか束感のあるような髪型の造形にアップデートしてもらって、より本物にね寄せてくれると嬉しいなというふうに思います。そしてスーツに関してはかなりシームレスな見た目が特徴的なスーツになっていると思います。ただ素体のせいだと思うんですけど、シルエットね、もう少しこだわれなかったのかなとは思いましたね。一応新規開発の素体とはあるんですけど、スーパーガールの特徴でもあるような、肉感がないというか、もう少しね胸だったりとか腹筋など、厚みを持たせてもいいのかなというふうには思いましたね。かなりこの演じてる女優さんもね、今回映画の中だったりとかオフショットを見てもスーツを着た姿というのもとても美しかったなというふうにも思ったので、そういったところが今一つ再現しきれてないのかなというふうには思いました。過去作スーパーマンだとメタリックなボディが使用されていたりとか、例えばね、キルモンガーなんかもそうなんですけど、スーツの下地にスポンジのような肉襦袢をつけて、厚みを出すとかね、そういったことも技術的には可能だと思うんですよね。できればそういったところはもっとこだわって作成してくれたら嬉しかったかなというふうには思います。そしてケープについても今作ね、結構面白い構造になってるんだなという感じですね。これまでは僧帽筋だったりとか、鎖骨あたりからケープが伸びているというようなイメージが強かったんですけど、今作のスーパーガールに関しては首筋から両脇の下までつながるような形でケープが伸びているようです。映画だったり予告編の中でもはっきりとこの構造が映るシーンはなかったかなというふうに思うんですけど、ホットトイズならではのこだわりというかね、新しい発見があって面白いなというふうに思いました。確かに正面から見てみるとね、ケープがどこから始まっているのかというところが分かりにくいような形になっていて、とてもねシルエット自体は綺麗に見えると思うので、このケープの部分についてはちょっとね楽しみなポイントになるかなというふうには思いますね。ただしこの形のケープについてはこれまでなかったような形になっていると思うので、肩周りの可動域とかにどう影響するかは気になるポイントだと思います。写真を見る限りでは腕も90度くらいまでは上がっている様子もあるので、そこまで気にならないのかなとは思うんですけれども、スーパーマンだったりとかスーパーガールに関しては拳を頭の上まで上げて、飛んでる時の様子とかね、そういったシーンも再現したくなるようなフィギュアになっていると思うので、なるべくねこの可動域干渉しないような構造になっていると嬉しいかなというふうに思います。そしてケープにはワイヤーが内蔵されているということなので、風になびく様子だったりとかそういったところも再現することは可能かなというふうに思いますね。ケープの表面には一応模様がデザインされているようなんですけど、外から見える部分はただの赤い布のように見えていて、模様があるのはどうやら内側だけのようですね。実際映画の中でどうだったかというようなことちょっとね見にくかった部分であるんですけれども、内側だけなんだなというふうなことはちょっと残念というか、どうなんだろうというような気はしましたね。確かにホットトイズであればここら辺こだわってるとは思うんですけれども、もし表面にも模様とかね、少しぐらいあるんであれば、そこはしっかりねアップデートしてほしいポイントかなというふうに思います。そして、その他の付属品としては今回ねかなりシンプルな内容になっていて、数種類のハンドパーツと台座のみとなっています。内容的には寂しい気もするんですけど、そのおかげで値段的にはね安くなっているので、いいかなという感じですかね。台座に関してはシリーズを通して高さがあるような円形の台座となっていて、 LED ライトの発光ギミックが搭載されています。シリーズ他の3体についても黒い台座となっていて、シンボルマークと発光する箇所だけ色が入っているようなデザインだったので、同じ感じになるかなとは思っていたんですけど、今作かなり奇抜なデザインになってるかなと思いますね。中心にはスーパーガールのシンボルマークがデザインされていて、色はスーパーガールのスーツカラーに合わせているような赤と水色が主体となっている光沢感のあるようなデザインとなっています。結構これかっこいいなとは思うんですけれども、他のフィギュアと並べた時にちょっと統一感がないというか、実際ここは全部黒にしてスーパーマンのシンボルマークとかね、ライトの色だけ変えるというようなところはそういった感じでも良かったのかなとは思いましたね。そしてフィギュアの全高については約29センチということで、一般的な女性キャラクターとほぼ同じようなサイズ感になっていると思います。それでは続いてフィギュアの発売時期と価格について、すでに予約開始されているトイサピエンスとスタジトイズの情報を紹介していきます。それらのサイトだったりとか海外サイトの URL については概要欄に載せているので、気になる方はそちらからさらなる詳細覗いてみてください。ということで、まずトイサピエンスでは通常価格が45,000円となっていて、予約価格では 10% オフの45,500円となっています。そして発売時期は2024年来年の11月頃発売予定となっています。そしてスタジトイズでは価格が 35,280 円となっていて、発売時期は2025年の1月頃発売予定となっていました。一昔で考えると値段高いかなとは思うんですけど、やはり最近の中だと安い方かなと思いますね。普段だと武器類が付属したりとか、マスクヘッドとスガウヘッドのように2種類のヘッドが付属していることが多いと思うので、もう少し高いかなというふうに思うんですけど、今回はそういった付属品がない分安くなってるかなというふうに思います。スタジトイズだと 33,000円くらい久しぶりになるかなというふうに思っていたんですけれども、予想よりはねちょっとスタジトイズに関しては高かったですね。スタジトイズでは最近だとスターロードと同じ価格ということなので、スターウォーズシリーズのトルーパー系ホットトイズを除けば最も安い部類になるかなというふうに思います。最近だとこの値段が最安のボーダーだと思うと、やはり高くなったなとは思うんですけど、クオリティさえ上がればいいと思うので、アップデートには期待していきたいですね。ということで今日はフラッシュシリーズの新作ホットトイズスーパーガールについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介しました。最近クオリティ上がったと感じることも多かっただけに、今作についてはヘッドのクオリティだったりとか、素体スーツケープなどね、全ての要素においてアップデートしてほしいというようなところが正直な感想です。ネットではこうしてほしいといったように加工された画像も出回っていて、それの方が明らかにクオリティは高く見えるんですよね。ヘッドに関しては角度によって見え方も変わると思うので、仕方ない気もするんですけど、自分的に一番気になるのは素体が気になりますね。先日投稿したスカーレットウィッチの素体カスタムについても、素体入れ替えることで元々の状態とは比べ物にならないくらい見た目が良くなったと思うので、本当にね素体にはこだわってほしいなというふうに思いますね。このスーパーガールについても買った後にね、自分で素体を入れ替えることができればまだ問題ないかなとは思うんですけど、今回かなりシームレスなスーツになっているので、そういったところちょっと難しいのかなというふうにも思うんですよね。足首までしっかりとつながっていたりもしますし、首まで覆われてしまっているので、そういったところを見るとちょっとね、できないのかなというふうに思います。で素体を入れ替えるとなると身長についてもちょっと延長される感じになるので、そうなった時に全身がつながっているスーツだと難しいと思うので、どうにかねカスタムせずともいいようにホットトイズにはアップデート頑張ってほしいなというふうに思います。このシリーズとして考えると、今後発売されるとすると、香港のイベントでは展示があったダークフラッシュだと思うので、それについてもね、一応続報には期待しておきたいかなと思いますね。懸念点とすると、全体的に関節が露出しているので、そこの見た目がどうかということと、色ももう少し暗くていいんじゃないかなというふうには思ったんですよね。あとはところどころダメージが蓄積されてなのかわかんないんですけれども、紫色だったりに発光しているといったところも劇中ではあったと思うので、そういったところがしっかりとね、再現されればいいフィギュアにはなるかなというふうには思うので、そういったところはポイントになってくると思います。何はともあれスーパーガールについてはぜひね手に入れたいフィギュアだと思っているので、アップデートがあれば嬉しいんですけど、このままでもね、最悪買おうかなというふうには思っています。ぜひ皆さんもね気になっている方は予約してしてみてはいかがでしょうか。ということで、この動画参考になったりいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。概要欄の下の方に Twitter だったりとか Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。